私たちの身の回りにはパソコンやテレビ携帯電話のようにさまざまなエレクトロニクスデバイスがあります。最近では交通機関やコンビニエンスストアで使われる IC カード運転免許証やパスポートにも IC チップが内蔵されていますしお店のレジや自動販売機も通信機能を持つようになってきました。現代の生活は、 エレクトロニクス技術によって支えられていると言っても過言ではないでしょうではそういったエレクトロニクスデバイスはどのようにして作られているのでしょうかほとんどのデバイスはフォトリソグラフィーという手法で作られていますこの手法の基本は真空で金属や半導体の薄膜を定着しその薄膜の上に塗ったレジストに光でパターンを描き 余分なレジストを剥がしてむき出しになった金属や半導体の薄膜をエッチングといいう方法で除去してて電子回路を作っていきますこの手法は非常に微細で精細なパターンを作れる優れた技術なのですがエネルギーと材料をふんだんに使ってしまうのでもっと省エネルギーで環境に優しい技術も研究されています。 省エネルギーで環境に優しいエレクトロニクスデバイスの作成技術として近年注目されているのが実は印刷技術なのです。真空を使わずに済むし必要なところにだけ材料をパターニングできるので無駄がなくフォトリソグラフィーよりもエコな技術というわけです。ところが従来の印刷技術では 最も重要なパーツであるトランジスターを作成できるだけの精細さが実現していませんでしたインクジェット法によるパターンニングでも20から30マイクロメートル程度の分解能しか実現していませんそこで私たちはマイクロコンタクトプリント法というシリコンゴムの半光を利用する技術によって10マイクロメートル以下のパターンニングを可能にするための技術開発を行いました技術開発は ハンコの材料開発や、そのハンコに適したインクの開発、ハンコへのインクの塗り方、印刷装置の開発など多岐にわたりました。私たちのグループでは、多くの試行錯誤を経て、A4 サイズのフィルムに192万個のトランジスターを印刷することに成功しました。これは、一つのトランジスターの大きさが127マイクロメートル角という、 ノート型パソコンや電子ブックリーダーのディスプレイにも適用でできるものです。またここまで高精細な印刷が可能になるとそれを補修するためにさらに微細なパターンニングを行う技術も必要になります。私たちは原子管力顕微鏡のメカニズムを応用して0.1から50マイクロメートルまでの細線銭を描画する技術を確立し 実際に印刷された配線の補修にも成功しましたこのように印刷によってエレクトロニクスデバイスが作成できるようになればこれまでは難しかったプラスチックフィルムの上にさまざまなデバイスを作成することも可能になります薄くて軽く曲げたり落としたりしても割れないディスプレイや絆創膏のように肌に貼ることのできるセンサー テーブルクロスのように丸めて片付けられる給電シートなどこれまで以上に使いやすく私たちの生活を豊かに安全で安心できるものにするための道具が作り出せると考えています。